皆さんこんにちは。今回は1年ぶりのスーパー動画。外はマイナス20度でも生きるためには買い出しに行かなきゃということで、皆さんの質問に答えながら気になる一つ一つのお値段と北欧在住のあるあるもお話ししたいと思います。物価高騰が差し迫る中、夫婦1週間分の食料はいくらになるんでしょうか。よかったらぜひ最後までご覧ください。今日もマイナス20度と超寒い日になりそうです。この前動画にもしたんですが、今年のスウェーデンは驚くほど寒い日が続くので正直困っているんですが、毎週土曜日は買い出しの日と決まっているので早速出発したいと思います。もう出発する30分前にはこのエンジンをつけているので、ほぼこうやって手でねやるだけで、もう雪とかアイスは溶けている状態になっています。北欧で電気自動車を使う暮らしについてはまた別の動画でお話しさせていただきたいんですが、 EV 車に限らずエンジン車でも車からコンセントを直接つなげてエンジンを温めるという機能がついているので、最近なぜ車を車庫に入れないんですかという質問をいただいたんですが、そういった北欧ならではの寒さ対策もあって意外にも外に車を止める人も多いのかなと感じたりしています。めちゃくちゃ今日は晴れています。気温はマイナス21度ということでめちゃくちゃ寒いんですが、空は晴天です。ピテオという町に今やってきているんですが、今回はスーパーの他にもセカンドハンドストア、そしてお酒屋さん、あの国営のお酒屋さんもちょっと覗きたいなと思っていますので、もしよかったらぜひ最後までご覧ください。まずはセカンドハンドのお店に行きたいと思います。ここではアートとかお皿、花瓶、いろいろ見ていきたいなと思います。スウェーデンにはセカンドハンドショップがたくさんあって、それもいつか動画にしたいんですが、今回購入したのはこちらです。じゃじゃーん。じゃあ買います。街に着いたんですが、まずはちょっとフィカからしたいと思います。すごい、ここはあの雪がないように街自体が温められているので雪がありません。そして私たちが行くカフェはこちらです。あ、ステムラーあるんだって。行きましょう。あ、寒い。あ、寒かった。すごい美味しそう。このエビサンドイッチ美味しそう。あ、プリンセスケーキもあるし、セムラもあります。ベスクビーもあります。この日はすごく寒い日ではあったんですが、お天気が良かったので土曜日でお出かけ日和ということもあり、カフェの中は満員でした。すごい、プリンセスケーキ。うん、プリンセスケーキ。美味しい。よかった。で、私はじゃじゃーん、エビサンドイッチです。エビの下にはマヨネーズとゆで卵が敷いてあり、それがすごくクリーミーでとっても美味しかったです。カフェでフィーカをしようえ、街中を歩いているとマイナス20度の中行列に並ぶ人たちを発見です。すごい、新しくできたお店が。私たちは今からこのシステンボラーゲットに行きます。寒い。こっちがワインなんですけど、ワインは飲まないので私たちはまっすぐ行きます。この辺がスパークリングワイン系ですね。じゃじゃーん、ビールセクションありました。サワーラスベリー。そうだよ、サワービールだよ。あとはこれも美味しかったからこれも買いたい。サワートロピコ。最近私は地元ピテオのクラフトビールにハマっているんですが、
ここ10年ほどでスウェーデンでは地ビールが大流行中。2010年には醸造所の数が国内全体で40個だったのが、今ではその10倍の400個以上もあるみたいなんです。クラフトビールとなると少しだけお値段が高めなことが多いので、ほとんど試したことがないものばかりではあるんですが、いつかスウェーデン国内のクラフトビールは全種類挑戦できたら嬉しいななんて思っています。 This one? うん One? うん、ありがとう。 I did pork. Maybe I will try a new one. Nice. ヨハンは絶対瓶が好きだよね。期間限定。フォービア。インペリアルスタウト。買う？高っ、50だったよ。50だったよ。I'm not that interested. やっぱ高いね、ビールもね。甘いお酒？サイダー系もあります。美味しいと思う。Maybe. あ、ユズ。かわいい。なんて書いてあるの？モダン日本酒って書いてある。お店でお酒を飲むとすごい値段になるので、家族や友達と集まる時も基本的には家飲みをすることが多く、月に 1,2 回ほどこの国営の酒屋さんにやってきてお酒を買ったりすることが多いかなというふうに思います。じゃあ。Shall we pay? Let's. お会計したいと思います。今回買ったお酒はビール15本にサイダー1本、小さな果実酒も1本買って合計5600円でした。1本あたりにするとサイダーが200円、ビールが1本300円ぐらいだったんですが、これって安いですか？高いですか？皆さんの感想、ぜひコメント欄に書いていただけると嬉しいです。It's really nice weather. It's just minus 21. やばいそれ。ね、頭痛いよね。頭痛い。Brain hurts, please. そう。脳みそがさ、キューってなっちゃうんだよね。ということで、皆さんここまでお待たせしました。これからスーパーの中に入って1週間分の買い物していきたいと思います。これからこのスーパーに行きたいと思います。北スウェーデンで買い物をしようとするとスーパーは3種類ほどしかないんですが、普段はあまり足を運ばないこちらのスーパーに久々にお邪魔したいと思います。じゃあこのカードで、スキャナーを取っていきたいと思います。だいたい入り口の目の前にセルフスキャナー置き場があるので、会員カードや運転免許証などを使ってスキャナーをゲットします。じゃーん、スキャナーゲットです。簡単なね、これでね、作ったショッピングリストとかも見れるんですけど、これを参考にしながら実際にお買い物をしていきたいと思います。このスーパーでは日本食がどれぐらいあるかとか超気になるので、それとかもチェックしながら行きたいと思います。野菜コーナー、ここからあっちまであるので、まずは野菜を買っていきたいと思います。入場ゲートをくぐり、一番最初に見えてきたのが野菜果物のコーナー。ご存知の方も多いかもしれないんですが、スウェーデンの主食はジャガイモ。こんな風にたくさんの種類のジャガイモが売ってあるので、料理の用途に合わせてジャガイモの種類を選び、こうやってキロ単位で自分で選ぶこともできるんですけど、もうすでにパッキングされてあるのもあって、私たちは今回Usually don't want. はい、2キロ買いました。お次はこの冷蔵コーナーに入っているお野菜たち。ここから何を買ったかというと、長ネギ安っ、100円。あとキャベツもいるんじゃない、yeah. あと大根。この大根ちょっと微妙じゃないですか。他のとこに行ったがいいかもな。I don't know if I like that radish. キャベツやカリフラワーは量り売りなので、機械を見つけて重さを測っていきます。そこからね、シールが出てくるんですよね。38 めっちゃさ、
It's like jumping from the machine. It is. Kål, vit. はかり売りだけではなく、一袋いくらという売られ方もされています。I have this, but maybe it's a bit much. Maybe it's nice. Okay. I think it's pretty much it's garnish for one meal, so. フルーツは EU からの輸入品が多いんですが、冬の間もこうやってフルーツが食べられることは本当にありがたいなと思います。Nice. じゃあ、野菜コーナーはとりあえずこれで終わりです。実は今回のお買い物は次週に出す1週間の夕食動画で使うための食材集め。テーマはお互いが食べたことない料理をお互いに作るということで、私たちもドキドキしています。よかったらチャンネル登録や高評価ボタンなど引き続き応援のほどよろしくお願いします。次に私たちがやってきたのはパスタやお米などが売られているコーナー。お米すごいたくさんあるんだよね、種類。But not the ones you want. そして数年ほど前からスウェーデンのどこのスーパーに行っても買えるようになってきたのがこちらです。日清の焼きそばが一つ200円ぐらい、こっちのカップ麺だと350円ぐらいで売ってますね。あ、ここにアジアコーナーがあるんだって。日本食はね、あるかな。アジアンコーナーで一番最初に見つけたのはこちらの白味噌とその横にあるパン粉でした。どこに日本食ある？ユアン、ここら辺か。 It's kind of mixed, isn't it? ね、海苔とかあるよ。でもあんまりないね、ここ。私たちが普段行くウィリースの方がもうちょっといろいろある気がする。あ、白滝あった。Can I buy this one? Yeah. Yeah. これ買いたいです、白滝。そしてスウェーデンの国民食といえばタコス。タコスコーナーはここ全てですね。 It's kind of funny. The tacos corner is as big as the whole of Asia. そうそうそう。ここがパンコーナーです。まず一番最初に見えてきたのはホットドッグやハンバーガーを包むためのパン。そして真ん中のあたりにはライ麦や全粒粉のパンが置いてあります。そして保存食としても優秀な硬いパンもたくさんの種類が置いてありました。それ何？ソフトチーズハムの味。ハム味のチーズ、ソフトチーズ。歯磨き粉みたいな見た目がちょっと衝撃的なんですが、私のおすすめはザリガニチーズ。いつか皆さんが北欧に来た際にはこれを探して絶対食べてほしいなと思うぐらい衝撃的な味なんです。あ、ここら辺が食パンですね、はい、でこっちがすごく人気の柔らかくて甘いパンです。多分それ美味しい。それ美味しいよね。うん、美味しい。私が個人的にスウェーデンのパンで一番美味しいなと思っているのがこういった丸い形をしたパンで、パン自体が少し甘めでとにかくもちもちなので何を乗せて食べても美味しいんです。これさ、あのエッグサンドイッチ作った時のパンじゃない？うん、そうね。美味しいよね。はい、それ美味しい。卵サラダもパンの上に乗せているだけじゃんと思う方もいるかもしれないんですが、不思議なことにスウェーデンではオープンサンドイッチのことをサンドイッチと呼ぶので、これもちゃんとしたサンドイッチなんです。お次はスウェーデンの食パンコーナー。私たちがいつも買うバゲットがサワードーのこれなんですけど、このお店だと41クローナもするんだって。 Kind of expensive here. It is expensive. I think everything is a few kroner more expensive than usually. 10% ぐらいは多分 10%Like at least more expensive. Yeah, and it's the same products too. そうそうそう。Like there's a lot more variety here than. あ、確かに種類が多いよね。Yeah, like if you look here, I think at Willys maybe you would see like half of this variety.
確かにクッキーがここなんですけど、ウィリースだったらこれの確かに3分の1ぐらいかもしれない。こんなにたくさん種類ないからさ。 Probably better for us not to buy fig yet. あ、でこっちの反対側にも常温で保存できる系のフィーカなので、家にあると便利っていうやつです。これとかさ面白いよね。20個単位で売ってあったりします。こっちにはあの冷蔵のフィーカもありますね。色が結構奇抜じゃない？美味しそう。色が青とか、ね、これすごい。 Looks like pasta. パスタじゃないよ。ドリンクの数すごいね、ここのスーパー。 3 for $39. That's a decent price. ね。So what do we want? こんな感じでセールがあると分かりやすく札が書いてあります。やば、ここコーラの数すごいんですけど。見て、イースタームスト、ポスクムストが売ってある。OK。There we go. はい。ワインなど度数が高いお酒は酒屋でしか買うことができないんですが、度数が 3.5% 以下であればスーパーにも売ってあります。そしてスウェーデンの買い物で面白いのは、消費税は物によって4段階に分かれていて、度数が 3.5% 以上ある場合贅沢品とみなされ消費税は 25%、 3.5% 以下であれば食品と同じ 12% という仕組みになっています。続いては乳製品と卵のコーナー。おお、すごい。Dairy ありました。ルーリオホッケ、たくさんエッグ食べたいのでそれでもいいかもしれない。 We're the ルーリオホッケ team. 地元のやつだね。 2602. It sounds good. Yeah, it's the same on all of them. Okay. $46.95 for $15. Can you open and check? いいですね。割れてないと思います。15個で46でしょ。まあ3クローナ。だから1つ40数円ぐらいか。Not too bad, right? ね、もうしょうがない。それぐらいするから最近は。Juice. A lot of juice. 生クリームありました。牛乳もいろんな種類がありますね。同じブランドでも。スウェーデンで暮らしていると本当に乳製品が多いなって思うんですが、次週の1週間の夕食動画でもヨハンさんが生クリームを使った料理をするということで 500g 分ゲットです。 Okay, we need a lot of milk. そうそう、ミルク、いつも飲んでるミルクがこちらです。 Let's get 3 maybe? うん、1.75 リットルってちょっと微妙なあれなんですけど。お、埋まってきた、どんどん。 No, you want some yogurt. あ、そうそう、ヨーグルト買いたいんだった。あ、クワーリー。クワーリー、タンパク質多いやつですね。うん、美味しいですよね。 This one? いや、これにします。うん、Rest of March. 高いよ、ここ多分。 We're on almost 600 now. ここまで22品買って7500円。買い物が終わる頃にはいくらになっているんでしょうか。で次は目の前のバターコーナーですね。うん、初めて見た、イーカのバターですね。 Yeah, that was the cheapest one. でここにお弁当が売ってある。普段私たちが行っているスーパーにはないあるコーナーがここにはあるので、そちらを次にご紹介したいと思います。すごい、オイスターだ。魚すごい。そう、こちらがスウェーデンスーパーの鮮魚コーナー。日本みたいに種類は多くないですが、生のお魚があるというだけでちょっと感動しちゃいました。これもスウェーデンのお店には必ずあると言っていい整理券を配る機会。みんなお利口さんに順番待ちをするというのがスウェーデンの国民性なんです。
そして次はスパイスコーナーです。Okay. スパイスいっぱいある。え、何それ ？This is what we want, but this is not what we want. I mean, we want this grinded. Muscat. Muscat. 面白い。こっちとかにあるんじゃない？Yeah. Muscat. あと、Muscat ね。Okay. 見てもいい？これは何だろう？見て、日本の醤油コーナーありました。何が違うんだろうこれ。左から普通の醤油、減塩の醤油、一番右はグルテンフリーの醤油でした。そしてその他にも刺身醤油やたまり醤油、きのこ醤油なども売ってありました。マヨネーズコーナーがここ。このマヨネーズを買います。多分エビサンドイッチ用だろうね。マヨネーズの横にはマスタード。マスタードすごい、結構すごい。でケチャップが置いてあります。あ、でドレッシングにハンバーガードレッシング、面白い、うん、ここからはお肉コーナーや冷凍コーナーを見に行きたいと思います。あとはお肉。ハム欲しい？ Yeah, we can get some ham. ハム、ハム、ハム。先週出した動画で、ここ北スウェーデンでは4週間に1度しかゴミ収集車が来ないというお話をしていたので、ゴミを減らす方法があれば教えてくださいというコメントをいただいたんですが、毎回スーパーに来て思うのは、私たち消費者の努力というのももちろんあると思うんですが、企業側がどんな風に商品を包装しているのかも大事なのかなと思ったりしています。実際に買ってきたハムの包装を見ていただくと、最小限のプラスチック包装がされていて、食べきるまで後ろ側のシールで封をしてねという感じで、使いやすさは微妙なことも多いんですが、スウェーデンで買う商品は包装から結構違うなと思うことが多いのでシェアさせていただきました。 Okay, and then we want the köttfärs and fläsk.スウェーデンではここ2年ほどで食品は 25% 値上がりしたと言われていて、本当に全てのものが一気に高くなったなぁと実感しているんですが、最近面白いニュースで、スウェーデン国内のスーパーで一番値段が高いのが私たちが暮らしている北スウェーデンということが判明しました。その理由としては、北スウェーデンはあまりにも田舎すぎて競争がある市場環境じゃないみたいな感じで、スウェーデンには1000万人の人口がいるんですが、そのうちの 2%、 20万人ちょっとが北スウェーデンで暮らしています。人口がもともと少ないので、スーパーの数も少なく、スーパー同士もかなり遠いので、消費者としては何軒もはしごができないということから、スーパーの種類が倍以上ある南スウェーデンに比べて、商品の値段がスウェーデンの中で一番高いという現象が起きているそうです。反対に食べ物が一番安いと言われているのは、スウェーデンで人口2番目の都市イエーテボリということが少し驚きでした。ここが冷凍食品コーナーになってます。あ、魚ね、魚が売ってあっていいんじゃない。いい、うん、ここで冷凍のグリーンピースをゲット。冷凍野菜も基本的に大容量で1キロ単位で売られていることが多いかなと思います。パンとか、あ、ケーキとかフローズンありますね、いろいろ。私たちの家の冷蔵庫と冷凍庫はそこまで大きくないので、冷凍コーナーからあまり買うことはないんですが、スウェーデンの一般的なお家だと、セパレートタイプの冷凍庫、冷蔵庫の他に長期保存用の冷凍庫があるお家が多いので、森で採ったベリーやキノコ、作ったジャムなど備蓄しながら1年かけて使うという人が多いかなと思います。で、この前さ、ここら辺食べたんだけど美味しかったよね。 Yeah, they're good. ラザニアとか。 I mean, they're not great. They're not as good as like homemade, but、うん、they work for sureWhen you have a little time とか。全部、まあ、500円から600円ぐらいなんですけど、
でも十分ぐらい美味しかった。この前食べてみたら。そして時間がないときに重宝するのがこちら。ピザはやっぱり大人気だからいろいろありますね。そして冷凍の魚介類のコーナーからは 400g のむきエビをゲット。あとイカとかタコって売ってないのかな。貝はあるけど。ラムスラエビ魚ないね。まあ、エビとタコってさ、スウェーデンの人違い分かんないからさあれだけど。じゃあこれも買います。スリミースティックス。残念ながら冷凍のタコやイカが売っていなかったので、今回は冷凍カニカマをゲットです。ここまで来たらお会計までもう少し。私たちの1週間分の食材はいくらになったんでしょうか。トイレットペーパーのさ値段を紹介しようかな。2人で東京で暮らしていたのはもう7年ぐらい前になるので、トイレットペーパーがいくらだったら安いかというのがちょっとわからないんですが、このキロ単位で見れるんだよね、いつも。だからこうやってキロ単位で、これとこれと比較してとかしながら、あのスウェーデンでは買い物をしています。これはトイレットペーパーだけじゃなくって、お肉もだし野菜もだし全てにおいてキロ単位の比較が書いてあるので、いつもそれでやってるよね。これだとさ、私が一番好きなトイレットペーパーだと1キロ60クローナだから高いんだよねやっぱり、うん、じゃあよいしょ、これ買ってみようかな、うん、いくらでしょう。18ロールでたくさん。スーパー、うん、ちょっと安いか。 I don't really know how much toilet paper costs, so ね、it's hard to say. Yeah. いっぱい買っちゃった。ね、すごくない。 How much are we paying right now? いくらだと思いますか皆さん。 Oh my goodness. 1229クロナ。15000円ぐらい。高い高い。1週間分食べるってこんな高いんだって。あと最後に あれがある。バレンタインコーナーがあるよ。スウェーデンのバレンタインがどんな感じか知りたいというお声もいただいていたので、少し紹介させてください。バレンタインさ、これよくあるよね、うん、スウェーデンのバレンタインはオールハートデイと呼ばれ、この赤いハートのグミや赤いバラを買って大切な人に渡すというのが伝統だそうです。ハートの日ということで、チョコレートの箱もこういったハートの形で売ってあります。ということで、これから後ろ あのセルフレジでお会計をして家に帰りたいと思います。まずはこれを、それでもうこれでお会計の準備できたんで、さっき使ったこの自分のカード、1月に出した年末年始 Vlog にスウェーデンの万引き対策はどうなっていますかと質問をいただいていたんですが、セルフレジを使う人にランダムで起きるのがこちら。今チェックを受けたんですけど、会計をするために全てスキャンしましたかという確認で、はいと押すんですが、店員が来るのでお待ちくださいという画面に変わり、 1,2,3,4,5,6,7 点チェックされて、あとはもう大丈夫だよっていう感じでした。さっきの画面が出ると店員さんが近くにやってきて、私たちがちゃんと商品をスキャンしているかチェックされる仕組みになっています。前回のスーパー動画は1年ちょっと前だったんですが、その時は55点買って14,000円。今回はお肉やチーズをたくさん買っているわけじゃないのに37点で16,000円でした。実際に何を買ったかというのは水曜日のメンバーシップでお見せしたいと思っていますので、よかったらそちらもチェックしてみてください。はい。ということでパッキングが終わったので、これで外に出たいと思います。外に出るときにはそうそう、これがいるんだ。これを、あ、開いた。寒い。めっちゃさ寒すぎてさ息むせちゃう。それでは、That's it. はい、ヘイドー、ヘイドー、また来週、また来週。
すごい綺麗外。メンバーシップを開始してから今週で1周年。メンバー限定で作った動画も50本を超えました。これまで一度でもメンバーになってくださった皆さん、本当にありがとうございます。